なんてこったもう葉桜じゃないか。こんにちは、今日は4月4日月曜日です。岐阜公園の桜は非常に見頃になってます。桜吹雪もあるとこがあって非常に見応えがあります。こっちも桜です。せっかくなんでね、岐阜公園の紹介もしていきたいと思います。垂れ下がった桜の横に赤い橋、緑と桜の白がよく映えてます。でちょっとここの場所ってのは高いところにあるので、こうあっちを向いてみると上から桜を見ることができます。少し右を向くと赤い三重の塔があります。どこかに三重の塔と桜で綺麗マッチして撮れる場所があるんですが、僕は見つけられませんでした。ここは日中友好庭園です。ピンクが強い桜の木もあり、おなじみのソメイヨシノもあります。桜の花びらが集まっています。もうすぐ桜の時期が終わることを告げています。今日が4月4日月曜日ということで、次の土日が、90になりますね。その時にはもうきっとこの桜たちは散ってしまって葉桜になってしまっています。だからこの動画を上げる意味で岐阜公園を紹介したいわけではなく、見過ごしてしまった人たちに向けてまだ桜が見れるよっていう場所を今回紹介していきます。ここは見逃しの里会館です。おい、もう満開じゃないか、岐阜市とそんな変わんないんじゃないかと思う方もいるのかもしれません。でも安心してください。おっと、これから東の方に行きます。東の方はまだまだ8分咲き、9分咲きです。これからの土日に、90に向けて満開になっていくと思います。レンタサイクルを借りて、いざ出発です。レンタサイクルなんですが、ホームページでは、電動と普通の今のこのタイプ、2種類があるって書いてあるんですが、電動の方は今やってないそうです。なんか補助金の関係で、今使えないらしくて、そういうことで今この普通のタイプのみの貸し出しとなっています。料金は、200円、1日200円です。5時までに返さなければいけませんが、非常に安いと思います。あっちが美濃橋の里会館です。あの橋を渡ってずーっと来て今来ました。で川の向こうにも桜が咲いてます。まだ桜もつぼみがある状態です。先ほど映した橋から奥に見える橋まで約1キロあります。4月の9日、10日が
ちょうど見頃ではないでしょうか。しまった、入園式の写真を、入学式の写真を桜と一緒に撮りたかったのに、という方にはここがおすすめです。夜になるとこの場所では桜がライトアップされます。昼間とは違った別な桜を見ることができて非常に楽しいです。面白いです。ぜひ皆さん一度は来てみてください。ここから関市洞戸に入っていきます。桜並木があり、ズームアウトしていくと後ろには山、手前には板取川があります。とても綺麗な景色です。板取川は今日も透き通っています。少しだけ道を外れて円空九位街道へ入っていきます。ここは円空里芋街道から入ってちょっとのところです。まさに桜のトンネル。現在ここコロナで、駐車場が利用できないので、ぜひ自転車で来てください。こっちが見逃し里会館ですが、ちょっと北へ入っていきます。この鳥はルリビタキと思われます。カワセミであったりイソヒヨドリと似てますが、お腹が白く尾にかけて黄色が入っているので多分ルリビタキではないでしょうか。カワセミであったりルリビタキであったりイソヒヨドリであったり、青い鳥は幸せの象徴と言われています。おお、怖い。手すりがここまでしかないんで、ちょっと小さいお子さん怖いですよね。多分桜の苗木ですね。ここから何年も何年も経って順番に大きく大きくなって立派な桜並木になっていきます。だからあの辺の桜っていうのも、もともとはこれぐらいの桜でこう順番に成長して成長して立派な桜の木になってます。だからここに1、2、3、4、5、6、7、7本の新たな桜の木が成長するということになります。
これから小屋田の方へ向かっていきます。大きい矢田と書いて小屋田と読みます。ここから激坂が待ってます。結構しんどい。光り輝く太陽、春の陽気はとてもいいんですが、自転車をこぐには少し暑いです。こっちは岐阜市の方面です。少し動画では分かりにくいんですが、めちゃくちゃ急な坂がこの先にはあります。あそこの坂も結構急なんですけどね、この急な坂をずっと登ってきて、トンネルを越えて美濃市上野の方へ行くと桜のトンネルが待ってます。ここは93号線トンネル越えた先です。まだ桜のつぼみがたくさん残ってます。満開まであと 2,3 日といったところでしょうか。さっぱりわかりません。ホトトギスの声が聞こえてきます。ちょっと標高高いので雲が近く感じられます。本来ならもっと綺麗な動画を皆さんにお見せしたかったです。しかし自転車にカメラを取り付けて撮っているため、どうしてもこのようなブレブレな動画しか撮れませんでした。ぜひ皆さんは現地に行ってその目で確かめてみてはいかがでしょうか。見事な桜のトンネルが見れるはずです。そして出発地点である鷲の里会館へ帰っていきます。ここからは下りなので非常に楽です。今ね、終わって帰っていきました。ぐるーっと回って帰ってきました。やっぱね、自転車っていいですよね。こう風とか感じられて、あと自然の音とかも聞こえていいですよね。風とか音ならオープンカーでいいんじゃないかっていう意見もあると思います。しかしオープンカーはダメとは言わないですけど、やっぱり自転車の方がいいなって思う点は、僕こう自転車で生地を見つけたんですね。ちょっと写真で撮ろうかと思ったんですけど、あっという間にちょっと森の中に逃げちゃって撮れなかったんですけど、やっぱりこういうところは、オープンカーじゃ絶対見つけれないですよね。ましてや車なんてもうとてもとてもそんな生地だなんていう言う間もなくもう過ぎちゃってしまいます。でやっぱりこの自然を一体に感じられるっていう、やっぱ自転車これは一つ素晴らしいものなので、ぜひレンタルしてみてください。でね、こうやってぐるっと回ってちょっと小腹空いたなって思うと、三好市の方に行けば、にわか茶屋っていう道の駅があります。であっちの布施市の方に行けばラステンホラドっていう道の駅がありますと、どちらも軽食があるのでぜひ行ってみてください。僕は今からにわか茶屋に行ってきます。告知です。今イベントを行っています。第1回フォトコンテスト春バージョン、春らしい写真をインスタにアップしませんか。順応さんをつけてインスタに投稿。採点基準はこのようです。春らしい写真なら1ポイント、自然に関することなら1ポイント、文が入った写真なら2ポイント、地域名が入っていたら1ポイント、そしていいねかける0.1があなたのポイントになっていきます。文というのはこういう写真に花言葉を添えてみたり、自分の目標を入れてみたり、さまざま何でも OK です。ぜひ参加してください。お願いします。チャンネル登録もお願いします。